はい、どうも皆さん、ツナマグロです。今回の動画では最新の RE4 の映像を見ながらいろいろ考察をしていきたいと思います。では行きましょう。問題ない、心配させてすまない。教会へは入れたの？まだだ。で、このシーンですけど、3時間以上連絡が途絶えたっていうのと、教会にはまだ入ることができていないって言ってるんで、デルラゴ戦の後じゃないかなと思われます。今鍵を探してる。了解。本当よかった、何もなくて。はい、でチャプター4と表示されましたね。で、他のトレーラーとかを見てても思ったんですけど、今作はプラーガの出る確率がかなり高いですね。で、あとここでプラーガ1体目倒すんですけど、ランダム数に注目です。今1体目倒したタイミングで残った弾が17発になってます。で、こいつを倒す前何発あったかと言いますと、もう巻き戻すと35発あるんですよね。まあ、しっかり攻撃を当てていたのかどうかは分かりませんけど、まあ、1体倒すのにかなりのハンドガンの弾を消耗していることが分かります。で、あとここでフラーガの攻撃パリーしてますけど、こいつの攻撃をパリーした時は耐久値があんまり減らないみたいですね。だからダメージが入ってるかどうかも微妙なとこかな。でプラーガの攻撃自体もダメージ低いですね。まあ、難易度低いんかな。で、ここでレティクル注目してほしいんですけど、今作はこのレティクルが絞れないようになってるみたいですね。なので RE2 の時はレティクルが絞られてから撃つと威力がアップするっていうシステムがありましたけど、まあ、そういったシステムは廃止されてそうです。はい、でここでサブクエストです。まあ割と分かりやすいですね、青色で。卵を売るだけでスピネルを3つもらえる。で、武器商人に報告すると報酬がもらえるようです。で、船に乗った時の森も本作は健在だそうで、ここでまた村人登場ですね。で、敵を倒すとも確定で何かしらのアイテムがドロップするようですね。これダイナマイトの人いますけど、これを爆発させても爆破範囲は結構狭いですね。村人結構硬くない？ショットガンで吹き飛ばしてますね。まあ、ショットガンは今作もかなり使えそうですね。敵のダメージ低いな。イージーかな、これ。で、ここで寄生体をスナイパーで撃ってますけど、まあ、スナイパーは別動画で見たんですけど、弱点を打つとダメージが5倍になるっていう特性があるみたいなんで、まあ、スナイパーで寄生体を倒すっていう戦い方は今作も変わらないでしょうね。これありがたいですね。改造費用のほとんどが返ってくる。ウェルカム。それで何がお望みだ？数の暴力ってのをお見舞いで。ここなんですけど、はい、ナイフの強化値出てます。レベル2に上げると 0.7 で、これレベル3やと 0.8 みたいなんですけど、で下のステータス効果っていうのでナイフの耐久値が上がるみたいです。で、今作パリーするのにナイフの耐久値消耗しますし、じゃ後半に出てくるんですけど、クラウザー戦ではナイフしか使えないみたいなので、まあ、ナイフの最終強化っていうのは必須になってくるんじゃないかなと思います。で、ここでハンドガンの強化値も出てますけど、値段が高い。で、敵を倒すと確定でアイテムドロップがあるみたいなので、まあ、僕個人としましては威力だけを上げて他は強化しないでいこうかなって考えてます。それで敵を大体倒していってお金を稼いでいこうかなっていう感じですね。で、ここでショットガンのステータスも出てるんですけど、このショットガンの装填数レベル3にすると7発込められるようになるんですけど、まあ、この下の装填速度を見ると一度に2発ずつ装填するって書いてるじゃないですか。なので、装填数が6発やったら3回のリロード、3回の弾を込めるモーションで済むのが、
7発にするとモーションが4回に増えてしまうんじゃないかなと思うので、まあ、この装填数に関してはレベル2度目がいいんじゃないかなと思います。実際使ってみたらどうなるか分かりませんけどね。でここで今からマシンガン強化するんですけど、この装填数30から40に上がります。いい仕上がりだぜ。前作の場合この40に強化したらマシンガンの弾40発込められた状態になったんですよね。それがですね、今回 RE4 見てください、30発のままなんですよ。強化しても弾はサービスしてくれないみたいです。でここでショートカットに装備を入れてますけど、全部で8個か8個もショートカットに入れられるん便利でいいですよね。弾薬の節約プレイちょっとやりにくくなりましたね。でトレジャー組み合わせで高くなるっていうのもまた引き継がれてますね。だいぶ値段上がりますね。で今回はタイプライターでアイテムボックスみたいに武器を預けられるみたいなんですけど、まあ、ここで見ていただきたいのが武器や救急スプレーは白く光ってるんですけど、弾薬とか素材は黒いままなんですよね。なので預けられるのはもう武器と救急スプレーのみになるのかなと思います。でこのスプレーの横の青い紙に包まれた赤いやつ、まあ、レッドハーブかなと思うんですけど、ハーブはしまえないみたいですね。統合したらもしかしたらしまえるようになるんかな、まあ、そういうのを考慮すると救急スプレーは基本的に使わず貯金をしておいてハーブから食べた方が良さそうですね。でこのケースなんですけど、ケースのところハンドガンの弾ドロップ率アップっていう感じで能力が付与されてますね。でこいつは素材の L ドロップ率アップ、で確か特典で金色のアタッシュケースがもらえるんですけど、それは確かお金のドロップ率アップみたいな効果やったと思います。で下にチャームが付けれて、鶏のチャームをつけると卵の回復量が2倍になる。これ結構強いですね。鶏以外にもいろいろあるんかな。チャームの入手条件わかりませんけど、サブクエとかで手に入りそうですよね。で場面が切り替わって邪教徒ですね。でここで右下のハンドガンのマーク注目していただきたいんですけど、さっきのと比較するとマークが変わってるんですよ。なので多分ハンドガンのブラックテイルに変わったんじゃないかなと思います。で別の動画でレッドナインも登場してたんで、ハンドガンは今作も3種類あるみたいですね。はい、でフラーが出てきましたけど、最近の RE エンジンこの形の口気に入ってますね。イビーとか RE3 のハンターガンマもそうですけど、みんなこんな感じの口してません？天井に張り付いて攻撃で、この敵の攻撃が一撃必殺なんかどうか分かりませんけど、この技をパリした時のナイフの消耗えげつないですね。めっちゃゲージ減る。丸の宮ごめんだ、まあ、このフラーガ自体はそんなに硬くはなさそうかな。もうあるたい、離れてろ。でここヘッドショットしてますけど、海外の動画を見ると頭が砕けてました。だから今回も国内版はかなり規制されてそうですね。海外版やと腕とか足もちゃんと取って取ったんで。こうやってアシュリーが喋るんいいですね。めっちゃ可愛いわ。今回日本語でやろうかな。離れるな。分かった。止まれ。はい、でベリーもあると。でここなんですけど、青コインが1枚映ってますね。であと青コイン以外にも武器のマークを見てほしいんですけど、ライフルがセミオートスナイパーライフルに変わってて、ショットガンも変わってます。多分ライオットガンかな。で
ここで見てください、レオンの頭の左上、青コインの2枚目が見つかりましたね。で、あと最初にレティクルの話をしましたけど、ハンドガンのレティクルがこう絞れなくなってしまったので、まあ、遠くにあるタルとか敵を撃つのがちょっと難しくなったかもしれませんね。でここで、はい、メダル3枚目見つけました。でこの城の中ではメダルを5枚見つけるっていうサブクエがあるみたいなんですけど、もう今で半分見つかっちゃいましたね。で大砲が出現。でここでまたパリーしてますけど、やっぱナイフの消費がえげつない。アシュリーの叫ぶ声最高にいいですよね。たまらんわマジで。これはまたアシュリーをいじめる動画が流行りそうやな。行こう。で今作は大砲が操作できるようになってて、何を狙うべきかがこの輪っかの横の白いもやで表示されてるみたいですね。でサラザールがもうまたね、性別全然わからんなってますよね。完全おばあちゃんやねんけど、20歳代には見えへんわ。で奥に右腕の姿も見えましたね。今そこにいる娘をこちらに渡していただき、まあ、見た感じオリジナル版と見た目はそんなに変わってないですね。今すぐ無理な注文だ。本作も強いんかな。とても残念です。丁重にもてなして差し上げなさい。レオ、客人は死をお望みの。でここで戦闘が始まるんですけど、まあ、ボルトからこれ見てください、マイン装着って出てますけど、まあ、ボルトがマインスロアみたいになってるんでしょうね。まあ、爆発安定して強いですね。でここ命令をした後なんですけど、右側の邪教徒に接触してるにもかかわらず攻撃モーション中断できてないんですよ。今作の体術は周りをあんまり巻き込めないのかもしれませんね。使いどころ考えないといけませんね。ありがとう。やっぱリロードとか結構時間かかりますね。割と動きながら戦わないと難しそう。でショットガンは安定の強さ。はいね、ここでガラドール出現ですけど、やばくないですかこれ、今作のガラドール。三角筋でかすぎでしょマジで。なんでこんなマッチョになってしまったんやろ。もう図体めっちゃでかいし、なんかオフのボディービルダーみたいな体してますね。これは破壊力やばいと思う。で今レオンが鎖に触れるとガラちゃんが反応しました。背中を打つと一発で弱点が出てくるのは変わらないみたいですね。でパリーしてしゃがんで回避もできる。これすごいかっこいいよな。見せプレイができそう。で最後にクラウザー戦ですね。でクラウザー戦は今作ナイフだけで戦うようになってるみたいです。見てる感じ向こうがめっちゃ攻撃してきて、それをひたすらパリーしてますね。ナイフの耐久値持つんかな。こっちからもしっかり攻めていかんと消耗してナイフがすぐにダメになりそうですね。あんたほどの軍人がなぜ連中の言いなりになる。なぜだと。年前に何が起きたか忘れたか。オペレーションハビエカ。はい、でここでオペレーションハビエカって言いましたよね。オペレーションハビエっていうのはダークサイドクロニクルズで後付けされた、まあ、レオンとクラウザーが主人公のストーリーがあるんですけど、まあ、それの話だと思います。これは追加されたセリフですね。クラウザー戦かっこよくて普通に楽しそうですね。はい、
ということで皆さん、プレイ動画の考察動画のご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。個人的には今回のガラドールめちゃめちゃ気に入ってます。